さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして業界の知られたお話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみのことについても聞いていきます。この番組ではリスナーのお客様からご感想やご意見をお待ちしております。メールは 797@fmginowan.com までお待ちしております。パーソナリティは私マージンビジネスコーディネーター小川文彦がお送りいたします。CM の後ですね、素敵なゲストを紹介していきます。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。はい、リーダーの皆さんに始まりました。本日のゲストは、YouTuber の菅幸喜さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ参ろう。よろしくお願いします。お願いします。ガスです。ガスさん、この挨拶が定番なの？いや、じゃないです。いや、なんか宜野湾の1ヶ月前ぐらいになんか話題になった YouTuber さんが少年革命家みたいな方がいらっしゃるんですけど、ちょっと炎上気味の感じがあるんですけど、その子の挨拶がはい、さあ参ろうだったんで、まあ宜野湾だし、ちょっと真似してみようかなと。いいですね。思って突然に、はい、さあ参ろう、はい、さあ参ろうって言ってるんです。もう一回やってみましょうか。それでは、本日のゲスト、菅幸喜さんです。はい、さあ参ろう。はい、よろしくお願いします。いい感じで違和感。そうなんです。この番組、あの宜野湾の FM のラジオでございまして、まあ、メインは沖縄県民っていうか、まあ、その宜野湾の周辺の方が聞いているんですけれども、はい、まあ、そんな実はつながりがあったっていうことも後で聞いていきたいなと思うんですけども、そうですね、はい、まず菅幸喜さんのお仕事は、まあ、自己紹介をしていただきたいと思うんですけれども、はい、改めまして菅幸喜と申します。YouTube ではガースという名前で活動させていただいていて、で、あとは声優の活動もさせていただいております。よろしくお願いします。お願いします。 YouTuber さんにお越しいただきました。はい、 YouTuber って、まあ、今結構こうときめくお仕事、そうですね、認知度もだいぶ上がってきてますね。で、菅さんは、ガスさんはこう動画ではどういうことをやられてるんですか？結構、まあ、いろいろな動画を出してるんですけど、野球系、特にベイスターズ系の動画が結構今は多いですね。横浜ベイスターズのどういう系、どういう系の動画をやってるんですか？ベイスターズのどういう系、結構そのベイスターズのイベントに絡めたい動画を出してたりしてて、まあ、例えば最近出したやつだと、まあ、現地でやっとったわけじゃないんですけど、ガールズフェスティバルっていう、その女性だけがユニフォームをもらえる、そういったイベントがベイスターズの方であったので、それに合わせて女装した人がユニフォームをもらいに行くっていう、なんかコントみたいな、そういった動画を家で撮影して出したりとか。あ、そういったちょっと実際に行ったんですか？実際ハマスタではやってないです。普通に迷惑になっちゃうなと思ったんで、さすがにそれはやらなかったんですけど。で、そういった動画を出したりとか、あと野球、プロ野球チップスの開封だったりとか、まあ、そういった本当ベイスターズだったり野球に関連することが最近は8割ぐらい出しております。今実際チャンネル登録者数がどれぐらいですか？今2864人。いやー、これはやっぱすごいなって思うんですけれども、いや、全然まだまだ大したことないです。でもインスタグラムとか、はい、例えばフェイスブック、ツイッターだったり、まあ、フォロワーみたいなのいるじゃないですか、はい、まあ、どれもやっぱこう集めていくのってなかなか大変だなと思うんですけど、そうですね、こういうのって日に何人か伸びてったり日に何人か減ってったりっていうのが当たり前に起きるんですよ。結構当たり前に起こりますね。で、調子いい時は日に20人とか30人とか、すごい本当下手すると100人近く伸びる日もたまーにあるんですけど、本当減る時はもう何もなく減っちゃったりするので、
5人ぐらい急に、あ、いな、今日の動画微妙だったかなみたいな。あ、動画を上げて減ってくってことがあってるんですか？結構そういうことも多いですね。動画上げた瞬間に 2,3 人ぐらい減っちゃったりとか。もうなんか悲しいって感じ。悲しいです。あれ、この動画ダメだったのかなみたいな。で、その後1日だとそのさらにプラス6人ぐらい増えて、結果的に3人増えてたりとか、そういう風になったり、なんか結構減ったり増えたりなので気持ちが上がったり下がったりですね。なるほど。これっていうのは初めてどれぐらいになるんですか？初めて今年で、3年目になりますね。今なので 2年と8ヶ月ぐらいだと思います。おー、それって長いんですか、それともまだまだ新米 YouTuber なんですか？割と長い方に入っちゃってるかもしれないですね。でも3年前から始めるって結構こう、今でこそここ1年ぐらいかなと思うんですけど、 YouTuber っていうのがこう爆発的に伸びてきて、もう僕その有名なところのヒカキンとか、はい、あとは誰だろう、なんか有名な YouTuber でも出てきます、はじめさん、あ、はじめ社長、はい、ヒカル、あ、ヒカルさん、はい、ラファエル、うん、あ、結構その辺の方を見るんですね。いや、僕その辺のなんかこう大量にお金を使うみたいなのが見てて気持ちいい、うん、あ、なるほど。100万円使って、1000万なんか使ったりとか、結構使ってますよね。いや、すごいお金、こんなにこう稼げる仕事なのかなと思いながら見てたんですけど、まあ、実際稼げる、やっぱあそこまで行くと結構稼げたりはするんですけど、まだまだ自分レベルだとそんなお小遣い、お小遣い程度にもならないぐらいなんで、結構企画費と合わせるとも赤字になっちゃうぐらいの、まあ、そうですよね。動画撮るにしたってお金がかかりますよね。そうですよ、いろいろなんか物買ったりとかしちゃうとかかっちゃうんで。でももうこう3000人近いところまで行って、まあこう伸びていってるわけですもんね。まあそうですね、順調かどうかわかんないですけど、まあコツコツと伸びてはおりますね、はい、素晴らしいですね。で、こう YouTube って今特にビジネスで使う人も、自分も一人だと思うんですけど、はい、こう、まあ、誰でも見てもらえる動画を作る、はい、で、その動画っていうのは別に見てもらわないように使う人もいると思うんですよ、うん、企業の例えばこう会議資料だったりとか、はい、YouTube に載っけたら見てくださいとか、すごくこう便利に使うことができると思うんですけど、実際に見てもらうためにこう YouTube の活用方法なんかも、まあ、こう聞いてる人で YouTube を今やってる人なんかがちょっとでも参考になれば嬉しいなぁと思うんですけれども、例えばこうガースさんの動画で再生数がわーって伸びた動画ってのは何かあるんですか？一番、そうだね、一番最初に伸びたのが、まあ、いろいろな動画出してたんですけど、プロ野球チップスの、その開封する一箱丸々開封するみたいな動画があって、はい、でそれがすごい再生数伸びたので、まあ、そこからそのプロ野球チップス関連のなんかどんどん箱が増えていったり、5箱になったりとか4箱になったりとかしてたんですけど、その動画が結構伸びたのが最初ですね。なんでそれから野球の動画結構増えたみたいな、そんな感じですね。あ、それ発信で野球動画、野球ってもしかしたらウケるかもなっていうのが。そうですね、なんかそれまではいろいろとなんかよくある YouTuber さんなんか丸々食べてみたとか、うんうん、その他にもいろいろとやってたんですけど、まあ、声優とかっぽいやつとかもやってたんですけど、なんかそのプロ野球チップスが一回バーンってきて、やっぱそういったものを見る視聴者さんのチャンネル登録者数が増えたので、そっからそういう人たちが見てくれる動画ってどうなのだろうとか、逆に自分がやりたい動画とどうやったら見てもらえる野球を関連できるかなとか、そういった企画の考え方が結構変わりましたね。まあ、なんか自分も自分じゃ買わないけどこれ中身何なんだろうとかって、確かにすごいコンテンツとしてはやっぱ面白いですよね。そうですね。で、やっぱ人ってこう見たもので満足してる人もいるじゃないですか、自分でやらずとも。そういうのってやっぱ伸びるきっかけとか、そのになるんだなっていうのが、まさに自分でやるにはお金かかるから面倒くさいっていうやつは結構見る方は多いのかなと思いますね。ヒカルさんのあの祭りくじだったりとか、ああ、ありますね、はい、あれもやっぱ自分じゃやらないけどやってみてほしいっていうところ、うん、そういうところすごく面白い、ビジネス的なところのがいいのかもしれないですね。で、なんかこう YouTube でこう見てもらいやすくするには、こう動画の説明欄のところの最初の2行が大事だっていうふうにさっきお話しした。ああ、そうです、
なんかそんな話もできたな。そうですね、まあ、自分がまだまだなんでこうなんか自信を持ってこうなんか喋ってるのも恥ずかしいですけど、やっぱりアドバイス的な感じ、アドバイスこれから始める人に対して言うとしたら、まあ、自分がこの動画の、まあ、例えば、自分だったら野球の動画だったりするので、野球の視聴者さんがどういった言葉を検索するかなっていうのをイメージして、まあ、例えばベイスターズのことだったらベイスターズじゃあ検索するなっていうので、まず、まあ、タイトル部分にそういったベイスターズの言葉を入れたりとか、まあ、その他これすごい細かいことなんですけど、例えば横浜スタジアムって横浜スタジアムなんですけど、あとハマスタっていうし、まあ、いろいろな、まあ、他のこととか場でもあると思うんですけど、いろいろな呼び名があると思うんですね。でだからその呼び名どれがいいのかとか、あと今パッと思いつかないんでちょっと申し訳ないんですけど、ものによってはこうひらがな表記がいいのか、カタカナ表記がいいのか、英語表記がいいのかみたいなのが食べ物とかであると思うんですよ。そういったものを先に YouTube で検索しちゃって、でその検索結果が多いやつにその言葉にするみたいな。横浜スタジアムとハマスタだったら横浜スタジアムの検索多いから、じゃあ横浜スタジアムにしようみたいな。でそこから漏れた言葉を動画の説明欄とかに、例えばハマスタが漏れてたらハマスタをじゃあそっちに入れようとか、で大体最初の 1,2 秒が読まれるというか検索的にはいいので、そういうふうには工夫はしてますね。タイトルも重要ですか？タイトルが今一番重要ですね。タイトルの次に説明文の最初の方みたいな。なるほど、そういう感じです。じゃあまあやっぱ自分が動画がどういうものかって説明より、相手が検索しそうなことって相手目線っていうのは結構大事だったりするんですね。大事だったりしますね。検索されないよね。されないとなので、まあ自分の立場とかだと、はいはいはい、もっと大きくなってくると誰々がっていうのを使えるようになるので、まあ、ヒカキンさんのヒカキンがとか言うだけで、あのコンビニベスト3とかあるじゃないですか、はい、自分がガースが選ぶコンビニベスト3って言われると誰も響かないんでやっぱあのヒカキンさんがっていうのがやっぱ大きいので、そういったところも大きくなったら使えますけど、まずはやっぱ検索してもらえるような動画のタイトルになってくるのかなとは思いますね。やっぱり自分という名前っていうのがやっぱブランドになってくると、それだけで価値が出てくる。それだけでいけますね。自分の名前じゃなくてもいっぱいもありますけどね。そのさっき言った最初に挙げたギノワンのその子供の YouTuber さんっていうのは今不登校で有名になってたから、不登校の男の子が丸々してみたとかでうまく引っかかる場合もあるんですよ。なるほど。名前がなくてもそういったところで引っかかるみたいな。おばさんがギター急に街角で演奏してみたとか、はい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 、その人が誰かとは別で、はい、そういうコンテンツとして盛り上がってるものが実はこれだったっていうつながりでも大丈夫でもありますね。戦略としてはじゃあそういうのができるんですね。できるといいですね。で、あのちょうどこの FM ギノワンのギノワンという場所と関わりがあるっていう話なんですけども、はい、ぜひ話していただければ。話していただければ、あ、振られるわけじゃなくて、あ、こちらからじゃあ僕がちょっとちょうどあのベイスターの動画を撮ってるっていうのを聞きまして、はい、それがちょうどギノワンでキャンプをやってキャンプ地だということで。そうなんですよ。そうベースまだ未だに一度も行ったことはまだないんですけどずっと行きたい行きたい行きたいと思いながら、やっぱ沖縄にはなかなか機会がなくて行けないんですけれども、はい、ギノワンがそのベイスターズの2月のキャンプ地になっておりまして、なのでギノワンの方にとって横浜とかベイスターズとかすごい一瞬遠く感じるかもしれないですけど、意外と身近なところで感じてくださってるのかなって勝手に思っております。へえ。キャンプ地ってそのギノワン市内なんですか？あ、ギノワン市内にある球場でやってますね。なぜ沖縄を選んでるんですかね。なんか具体的な理由とかって言われると自分も詳しくわからないんですけどやっぱあの2月要はシーズン前にやるので、まず暖かい場所でやるのがいいっていう風になっていて、でその時期暖かい場所って言われると、まあ九州の下の方宮崎だったりとか鹿児島だったりとか、でさらに沖縄っていうのがあって、でベイスターズはたまたまその中で沖縄でギノワンで今やってるっていうのがメインです。いや、すごい不思議なつながりで。だから元々はギノワン市の方で、なんギノワン市じゃないか、沖縄県の方でなんか誘致したみたいですね。あ、そういう風にもう暖かいから来てくれって。なのにめちゃくちゃ雨降るらしいんですよ2月ってそこは隠して暖かいから来てくれって
それまでは、まあ、でも何くるないぐらい今まで全然もっと違うところで暖かいところでやってたんですけど、じゃあ沖縄行こうかってみんないろいろな球団が行くようになったみたいですね。あ、今じゃあそのメインとか結構メジャーなキャンプ地になってる。メジャーなキャンプ地ですね。すごいですね。え、キャンプちょうど今どれぐらいの時期なんですか、キャンプをやってるのは。2月から、まあ2月いっぱいか、2月1日から2月の28日までやって、でまあオープン戦とかも3月の上旬ちょこっとある、まあ、そこまでぐらいは沖縄にいることが多いですかね。いいとこでした、すごく。ラジオ局も海の見える広いところで羨ましいですね。ぜひなんか今度生放送を向こうでできたらいいなと。ああ、もう希望します。そういうのですよ、見てください。そういうのがいいですね、キャンプ中に。キャンプ中、ああいいですね。2月だっても間違いなく行きます。そんなあの動画でもエコモベイスターズすごく推してくれてるガースさんなんですけども、はい、あの特技があるということで。あ、そうですね。あの、まあ、YouTuber でね、一番有名なヒカキンさんが得意とするボイスパーカッションをガースさんも実はちょこっとやってた。ちょこっと、そうですね、アカペラサークルに所属をしてたので、はい、それの関係でちょこっとやってたんですけど、まあ、やっぱヒカキンさんとか大輝さんとかやっぱいらっしゃるので、ちょっと YouTube 上であげると、お前下手くそじゃんってすごい叩かれそうなんで、ちょっと出してないんですけど、一応できるっていう。一応できるっていう。ボイスパーカッションで結構練習をする、誰でもできるものなんですか。練習すれば割と2、3ヶ月ぐらいあればできるんじゃないですかね、音出すだけだったら。なんかその時、当時僕もお風呂とかで結構練習するんですけど、はい、お風呂でこうバスドラムの練習をしててみたいなのがバスドラムなんですけど、口がどうみたいな感じで、どって言ってもちょっとこう、あ、でもちょっとさっきよりできてます。どっちがやってるか分からないじゃないっていうのがあって、それの練習をしてた時にちょっと咳っぽくなっちゃうんですよ、練習してもドゥンドゥンみたいな。はいはいはい。でお風呂上がった時にうちの母親が心配して風邪薬出してくれました。風邪ひいてないみたいな。ずっとお風呂でドゥンドゥンってさ、ね、ずっとやってて風邪じゃないみたいな。気になったでしょうね。気になった。バスドラム響いて、そんなところからスタートしてちょっとこうボイスパーカッションができるようになって、例えばアカペラサークルの時にじゃあボイパーを担当してた。ああ、そうですそうです、はい。いろいろな曲の大体ボイスパーカッションで担当しました。まずこう、まあ、聞いてる人でボイスパーカッションがわからないって人多分いると思うんですけど、あ、まあ、時代っすよね。口で奏でる楽器、楽器とドラム、まあ、ドラムだけじゃないですけど、まあ、ドラムとかですね。そのリズム体ですよね。そうですね。僕もずっとドラムやってたんで、それを口でやるって、しかも それなりにこう聞こえるっていうのがすごいなと思うんですけど、うん、ちょっと今回ちょっと短い時間ですけれども、はい、ちょっと披露していただければ。久々やん。どれぐらいぶりですか、こんなカメラの前で。カメラの前だと、でも言っても1年ぶりぐらいかもしれないですね。なんか割とちょこちょことなんか やれっていう時にやるんで。はいはいはい。行きますね。はい。はい、これがこういう感じで、これ大体こういう空気っす。そうですか。大体なんか僕もちょっと回収の仕方がなかなか分からない。こういう空気っす。難しいんですよ。難しいですよね。難しいんですよ、披露する時の空気が。確かに。やること以上にその空気が難しいんですよ。まあ、あーみたいな。やること以上に難しい。やること以上に難しいんです、その空気の回収の方は。で、こういうのをこう音楽の中に取り入れながら。そうですそうです。ずっとこう、だってずっとやり続けるんですもんね。やり続けますね。なんかヒカキンさんはだからそこがちょっと違うんですよね。ヒカキンさんはヒューマンビートボックスって呼ばれていて。あ、そうか、それとも。どちらかというと、そうなんですよ、その音だけで見せるみたいな感じなんですけど、自分の場合はもう曲に溶け込むみたいな感じなので、なんか逆に目立っちゃダメみたいな。あー、なるほど。そういうのがありまして、まあ、こういう地味な感じなんですよ。ボイスパーカッションとヒューマンビートボックスは違うんですね。音の出し方結構近いんですけど、そこが、なんていうんですかね、概念が違うみたいな。そんな感じですね。なるほど、ありがとうございます。はい、嫌いじゃないです、こういうの。
で最後はせっかくなんで、はい、身だしなみについてのラジオなんで、はい、最後ちょっと5分ぐらい身だしなみについてお伺いしていきたいんですけれども、はい、最後に本題ですね。はい、本題なんですけれども、こうやっぱこうガーセさんなんかもカメラに映って自分が外にこう見られる立場なんで、はい、気をつけていることとかお聞きしてもいいですか。まあ、いろいろと、まあ、気をつけていますけど、やっぱ撮影する前とかには前髪おかしくなってかないかなとか、まあ、さっきもそうだったんですけど、うん、鏡チェックしたりとか、まあ、意外と鼻毛が出てることがあるんですけど結構それでも一般人の方でも、あ、映像じゃ分かんないかもしれないですけど、そういうところで気にしとかないと、なんか現実で例えば、あ、ガスさんですよねってなった時に鼻毛ってたら恥ずかしいじゃないですか。確かに常になるべく意識しとこうみたいな、確かにいうところはありますね。あとは服装とかも結構撮影する時って実は普段着と違うところがあって、うん、なんかこう YouTuber さんのいろいろな動画を見てる時にどういった服装がいいのかなとか、うん、そういうのを真似する人とかはあまりないですけど、まあ、こういう雰囲気にしようとかそういったところを一度気にしてはいますね。はい、私服と動画で分けてることが多いです。やっぱりこう見られる時っていうのは親近感だったり、まあ、はい、その地味な人よりはまあちょっと派手でかつうるさくないっていうのも、そうです、大事だったりしますよね。はい、ちょっとうるさいかもしれないですけどこのメガネがそうなんです。あとで動画で見てもらいたいんですけれども、とても個性的なメガネをしておりまして、そうですね、あのインフィニティ、あの無限大のマークに似てるのインフィニティメガネとか、よくあのリスナーの方とか視聴者の方には言われますね。あの本当ただの8の字じゃなくていいんですよ、こうスッて真ん中にクロスの部分がちゃんと表現されたメガネで、なんていうんですかね、あの何々ざますって言いそうな人がもっとシャキッとしてくる、それを尖らせた感じ、尖らせた感じ、これ難しいですね、ラジオで伝えるの。ラジオでまだぜひ動画で、ぜひ動画であの YouTube でガースーってひらがなで調べていただければ多分出るので、これはで、このメガネが5万円だし、5万円するんです、まあ、メンズ込みではあるんですけど、いやいや、高いな、僕一番高いメガネでも2万くらいのなんで、それをしかも買った経緯が面白くて、あ、はい、そのなんかメガネをもともとキャラ付けのためになんかちょっと特徴的なものにした方がいいんじゃないかっていうのを、まあ、とある方からアドバイスをいただきまして、はい、でじゃあ、まあ、メガネ買いに行こうっていうので、メガネセレクトショップみたいのが銀座にあるんですけれども、そこのセレクトショップに買いに行ったら、そこになんかメガネマイスターみたいなおじいさんがいて、うん、君はメガネが欲しいのかねって、いやメガネ欲しいか言ってるんですけどでそれで、まあ、その人がどうやら選んでくれるみたいで、あ、欲しいですって言ったら君はこれだねって言って渡してきたのがこのインフィニティメガネなんですよね。メガネマイスターってそういう仕事なんですかね。なんかでも一応店のなんか案内みたいに書いてあったんですよ、自分たちがあなたに最適なメガネを選びますって言ったら、スーツのメガネ版みたいなもんですね。なるほど、スーツマイスターってメガネマイスターがいらっしゃるんですよ。なるほどなるほど。最初自分がかけた時自分でもやっぱり違和感しかないし、なんか尖って締めきつく見えないから大丈夫かなとは心配だったんですけど友達が来てた隣にいたので、まあ、その友達が大丈夫って言うから、じゃあ信じるわみたいな、一番仲いい友達なんで信じましたいやでも何ですかね、あの不思議と落ち着くこの感じ。まあでも好き嫌いはやっぱ眼鏡あるみたいですね見慣れてくるっていう、そう、見慣れてはくるみたいですけど、いやでもこれぐらい特徴的でもう見慣れるっていうことが起きるんだなって思えば、大したこうまあっていう勇気はいらないんですかね、もうどうしちゃえば一緒ですよね。似合うからこそ違和感がないのかもしれないです。そうですね、そこまでですね、なんか似合いますね。ありがとうございます。そのおじいちゃんがでもそう言ってました、わしは9割当たるって言ってたんで、まあ、その多分9割当たったんでしょうね。当たった方に入った、ね、当たった方にあったのかもしれないです。1割心配ですけどね。心配です。たまに言われます、10人1人そのメガネなんだみたいな。まず最初だけなんだ、最初だけかもしれないですね。で、あの考え方として物は高くないっていう、5万円かかろうが日割り計算、日割り計算だったら全然問題ないです。まあ土日しないにしても180円ぐらいだろうみたいな。そうですそうです。なのでまあメガネが毎日身につけるものだったら、身につけたやつ使うものだったら多少高くても問題ないです日割りにして安いよっていうのはおぎやはぎのやおじさん、あ、どっちだったか、おじさん、まあ、おぎやはぎ、おぎやはぎのお二人のなんか対談の中で言ってたんで、なるほどと。さすが僕大好きなんですよ、おぎやはぎ。そうなんですね。あの気の抜けた感じでここまで残るっていう、すごいこうやっぱり上手に話もやってるなっていうか、あのぐらい気楽に行きたい、気楽に行きたいもんですよね。自分結構やっぱ張ってこう元気でわーってやっちゃってるんで、本当はでも
このメガネっていうのは気持ちのスイッチだったりもするんで、まあ、身だしなみっていうところで言えば、ね、やっぱ洋服っていうのは勝負服だったりってあるぐらい、うん、まあ、これをつけるとシャキッとするとか、あ、そういう意味では本当勝負メガネですね。勝負メガネです、ね、勝負メガネです。これはやっぱこう映像を撮るときにはこれっていうふうに絶対これにしてます。いや、すごくいいお話を伺いました。で、あの YouTube やってる中でギノワンとベイスターズが実は近しい関係にあったっていうのも聞けたので、はい、まあそんなこんなで今度ぜひあのギノワンでね、生放送なんかの時には一緒にぜひ呼んでください。最初も今日、あ、ギノワンですかっていう風に気持ち的にはなってたんで。いや、よかったです。ギノワン、あ、違った、東京行った。僕が逆に東京なんでね。そうですよね。一緒に行く感じになると思うんですけど。ああ、喜んで。ぜひ。ありがとうございます。今日はゲストに来ていただきまして。本日のゲストは YouTuber のガースーさんでございます。はい。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。飲んでくて吸って吐いてしみる場合